からなんだろうな。貴様に御所持ち踊ってくださったんだ。だいぶ白髪になりました。こげん体になってしまってお役には立たん。申し訳ありません。おっかさんにも会えたんじゃ。死んでもええ。バカ。シャンシャン。この戦闘機をみんな他の隊にやってしまうというのか。いや、向こうも激戦中だというのに戦闘機が一機もないらしいんだ。向こうの抑えが効かなくなりゃわーっとこっちへ上陸してくることは分かりきってる。それよりは今のうちにこっちから応援を出した方がどれほど有利だか分からないからな。めちゃくちゃだ。まったくここを真っ裸にして空襲させ放題ってわけか。飛行機を持ってくるって言いながら持ってこないばかりか。泣き出しの者までかっぱらおす。さあ村上、まああれだけのものでやってみようか。いつか貴様を言ってないか。たとえ一気でも立派にやってみようか。あ？
ああいうわけだ。悔しいのはお前一人ではない。まあ、我慢するさ。随分我慢しましたが、飛行機乗りにとって飛行機に乗れないぐらい悔しいことはありません。まあ、しゃあない。我慢せ。もう歩けるんか。近頃戦闘機の音がさっぱりせんじゃないか。うん、大方訓練はないんじゃろ。そんなことあるまい。どっか野菜やったんと違うか。まあ病人が心配せんかてええが、静かにしとれ。おっさん、戦闘機はどうしたんだ。おらん。おらん。よそに持っていってしまった。そうか。じゃあ大事にせよ。